はい、セリカです。今日も青鬼オンラインよろしくお願いします。キャンペーンが来ましたね。青銭のキャンペーンだそうで、ツイッターで流れてきた情報がこちらです。はい、ということでログインで青銭が3000枚と、土日だけ動画視聴プレゼントが300枚になるっていうことでこれすごいですね。私青銭貯めてガチャを回したい派なので、かなり美味しいですね。これはお正月でも200枚だったので、今回すごいですね。ちょっと貯めていきたいなと。結構まめに押すようになりました、動画視聴。いいですね、300枚。ちょっと頑張って貯めたいと思います。もしまだね、ここ動画視聴したことない方、ぜひ土日だけでも押すとガチャ回せますので、いいかと思います。はい、ということで順位がだいぶ下がりましたのでモアイもありますからやっていこうと思います。え、37人もいる。全然減らない。10人ぐらいの気分だった今あ、下行った。え、あ、わあよかった。まあ、ありがとうございます。はい、お願いします。おー、オーラがいる厳しいな。やばい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 、あかん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 、使っちゃった。ちょっとごちゃごちゃしてる。危ない危ない。あわー、2連勝もきついな。あ、どこ来てる。おーっと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 、危ない危ない。下ですねこれ。やって、うわー、フリーやーだー。はい、お願いします。どんどんやりましょう。もうイベント変わってフワッティが出る前に、なんとか、あれ、なんとかモアイにチャレンジしておきたいんですが、いやー厳しい一勝するのも厳しい。どうしよう、5連勝の壁は私は厳しい。やっぱり厳しいね、連勝ってのはやっぱ厳しいね。わあ今モアイをすり抜けた。いいなー、モアイ来たの、来た。あ、やばー、やばいやばい、嫌い嫌い嫌いなんで指が動かなかったんだよねっていう言い訳ですが、いやー難しい。入ろう、入ってもダメか、あっち行ったからいいや。入ろう。あ、やばやば、あ、やばだ分かってたよ、分かってた分かってた。うわー、びっくりなんか青鬼もちょっとなんか調子良くないですか最近。やばいねー、ふう青鬼ゲーできるかな、頑張んないと。おお、来た来た来た。わっ、やばよ、し、行っちゃって行っちゃって。あ、もう混乱が多いな。どっち、どっち、あ、見えない見えない。ああ、よし、ローラースケート大きいですね。うわ、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 嘘でしょ、3人も来るの、ひどいひどい。ああ、ちょっと割れたら嫌だな、ここ逃げよう。みんなどこごめん、道連れ。やばいやばいやばい、いや、来た来た来た、こっち。あ、あ、動かない指が、指がって言って、もう、ダメだね。いやー、頑張りたい。あー、やだ。うー、こっち。危ない。危ない。そこ、危ない。
やだ、危ないよ。危ないよ、逃げよう。さよなら。さよなら、さよなら。混乱。混乱してる。ダメかな。わー、やった。やっと逃げてきた。ありがとうございます。やばい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 よー、来たー。あー、ごめんごめんなさい。苦しい。めっちゃ来るやん。ダメだね。うん、びっくり。うん、ここいい、いいかもですね。来た。危ない。危なかった今。それやめて。3人もいたの。ひどい。はい、よろしくお願いします。節分ってちょっと忙しくないですか？私の知ってる限りだとなんかね、豆まきしますよね、鬼に向かって。鬼の役の人に向かって豆を投げ、豆を片付け、そして年の数だけ豆を食べ、で恵方巻きもありますよね確か。恵方巻き、太巻きを方角に向かって無言で食べきるっていうのなんかありますよね。私はまだ恵方巻きやったことないんですけど、無言で食べきるって結構 きついですよね。一気に食べるんですか？お茶とか飲んでいいんですか？詳しく知らないんですけどね、よく売られてますよね恵方巻き。東北と、2019年は東北東だそうですね。北と東の間よりもう来た。OK。 北と東の間の真ん中より東側、東より。危ない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 。デブ王には甘く見ちゃいけないね。そうだから忙しいですよね。豆まきして、豆食べて、ほうまきも食べて、で青鬼オンラインのこの動画視聴も押さなきゃいけないし。あ、危ない。わ、来た。あ、よかった。10分に1回で300枚なんで、結構豆に押せばすごくたまりますよね。青鬼が青鬼にするよりたまりますから、結構まめに携帯見ちゃう感じ今やってます。で、あと1日ちょっとでもイベントが多分切り替わるので、あのシルエットだと多分ふわってぃシルエットだったので、ふわってぃが出る前に私はモアイをやってしまいたいんですけど、ふわってぃ苦手なんでなかなか連続ができないんですよ。厳しい。15人もいる。いやー、なんか2連続も厳しい感じになってます。私ほんとすごいですね皆さん。5連続もやっぱり厳しい。厳しいですよ。ああと2人だ。わー、ドキドキする。お願いします。なかなか鬼毛ができなくなってて、今レベルも高いし。あれ静か。うわ、やばい。やだー。やばいやばいやばい。あ、やばいやばい。こんなどうしよう。突っ込みましたね、今。情けない。はい。ということで、いつの間にかマスターに入りましたね。もう何回かやりましたが、青逃げはほとんどできません。いやー、レベルが高い。し、連続、2連続も今できてないですね。厳しいな、モアイちょっと本当に厳しいなという
感じになりました。いやー、5連勝もすごいですね。本当に尊敬します。ということなので、本当はイベント始まる前に、ふわっぴが出る前にもうアイチャレンジしたかったんですが、あと1日引き続き頑張ってみようとは思いますが厳しいなというところです。はい、ということで節分ですね、皆さん楽しんでお迎えください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いします。それではまた動画見てください。バイバーイ。